いらっしゃいませ、奥のお席どうぞ。コーヒーと本と音楽をテーマにした中空は、繁華街から一本路地に入ったところにある小さな店です。今日もカウンターではいろんな話が飛び交っています。こんばんは、中空の岡田です。日曜日、中空の日曜日なんですけど、店長の佐藤段くんが映画をテーマにして、営業してます。で、中空はコーヒーと本と音楽という、タイトルがついてるんですけど、段くんが、小さい時から映画が好きだったみたいで、段くんが好きな映画を毎週1本かな、何か、タイトルを上げて、1週間のうちにお客さんが、その映画を見て、日曜日にもし来れたら、お客さん同士がその感想を言い合ったり、してるようです。で、僕は日曜日が休みなので、お店には来てないんですけど、なんかみんなお客さんから聞く伝え聞きの話で、映画の感想言い合ってなんか面白そうだなと、思ってます。で、この前は何だったんかな、そうか、ゴッドファーザーかな、ゴッドファーザーとか、あとショコラっていう映画を、やってましたね。ショコラは僕も見たことあって、ジョニー・デップが海賊の役で確か出てて、お母さんと娘でチョコレート作ってるんですけど、主人公は、そのお母さんと仲良くなって、仲良くなる、なんか、なんやろな、そうか、縁があってなんか交流が始まって、ちょっとこう、ちょっと恋みたいな感じになるかな、で、ジョニー・デップが作ってもらった、チョコレートをつまんで食べるシーンがすごいかっこよくて、そのシーンをよく、覚えています。で、映画、僕最近はインターネットで結構ドラマ、アメリカのドラマとか、見ることが多いんですけど、僕も日曜日の中空用にですね、好きな映画のリストを作って、書いておいてるんですけど、ですね、好きな映画、マーティン・スコセッシっていう映画監督がいて、その監督の作品は結構どれも好きで何回も見直したりしてるんですけど、有名なのは、タクシードライバーとかかな、ロバート・デ・ニーロが主演で、ちょっと気違いじみた感じの主人公、いやけどその心の動き分かるんですけどね、なんかちょっと行動が、少し怖い主人公の話なんですけど、僕はなんか何回か見たら、あの主人公の気持ちの動きがすごくよく分かるなと、思うんですけど、あとはグッドフェローズとか、結構マフィア映画が多いかな、マーティン・スコセッシは。あと、あのこの前、恋愛映画は見ないんですかってお客さんに聞かれて、僕が好きな恋愛映画の一つに、リービングラスベガスっていう映画があります。で、このリービングラスベガスっていう映画は、主人公は誰、ニコラス・ケイジっていう俳優が演じてるんですけど、ある中でですね、お酒がやめられなくて、もう手が震えるくらいになってしまって、仕事を、クビになってしまうんですけど、だけどその時にもう家族も仕事もなくなって、もうお酒もやめられないということで、もうお酒を飲み続けて、このまま勢いづいて飲み続けて、死ぬまで飲もうと決心するんですね。
で、その死ぬまでお酒を飲もうと決心した主人公が、ラスベガスに出ていくんですけど、ラスベガスで、娼婦かな、売春婦を部屋にホテルの部屋に呼んだんですけど、なんかそこからその売春婦と、なんかそうですね、まあ、体の関係というか、なんか通った、体の関係では何か大事なとこが通ったですね。でそれから、2人は一緒に、なんとなく一緒にいることになるんですけど、だけど お酒を飲んで、死のうと決意した主人公と、理由があって、そういう売春婦として仕事してる女の人はですね、未来があるようで、未来が、なんていうのか、本当は未来を選択しようと思ったらできるけど、お互いが、お互いの背負ってきた過去を引きずってるものを考えると、なかなか未来が切り開けないというような、状況ですね。で、最初付き合う時にですね、主人公がその女の人に、酒をやめろだけは言わないでくれって約束して、付き合うんですね。だけどお酒をやめないと、どん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 本当に死に近づいていくので、女の人はその主人公の男と、を大事に思えば思うほど お酒やめてほしくて、できるだけ長く一緒にいたいと願うんですけど、という2人の葛藤が映画中ずっと映し出されるんですけど、僕はなんかその明るい話ではないんですけどね、なんかすごくこう自分の中では一番のラブストーリーだなと思って、たまに、未だに見返したりする映画ですね。リービングラスベガスっていう映画です。はい。人に昔教えたら暗すぎるって言って怒られたことがあるので、ちょっともし関心ある人はそういう覚悟で、見ていただけたらなと思います。はい。あとは、最近また見直した映画で、僕は高倉健さんがすごい好きなんですけど、もう若い人はあんまり見てないかな、高倉健さんの映画が好きなんですけど、高倉健さんの映画が好きというよりも高倉健という、人物そのものをずっと映画通してかっこいいなと思ってずっと見てるっていう感じはありますね。で、幸せの黄色いハンカチが有名かな。あとは任侠もの、ヤクザ映画とか結構いっぱい出てるんですけど、高倉健さんが、エッセイを書いてまして、あなたに褒められたくてっていうエッセイなんですけど、これは高倉健さんが、お母さんに、あなたに褒められたくてっていうタイトルのあなたはお母さんのことなんですけど、高倉健さんのお母さんはすごく厳しい人だったみたいで、小さい時高倉健が食べれないものがあると、わざと毎日それを食事に出して、無理やり食べさせてたり、うなぎ、高倉健うなぎが一番苦手な食べ物らしいんですけど、それがなぜかっていうと、高倉健が肺病で入院した時にお母さんが、多分元気づけようと思ってたんだと思うんですけど、毎日うなぎ食べさせてて、でもうそれで、それうなぎがすごい嫌になって、一番嫌いだって書いてました。だけど高倉健がだんだん
映画たくさん出るようになって有名になっていったら、映画のポスターで、高倉健さんのかかとに、絆創膏を貼ってたらしいんですけど、赤切れで、だけどそれを気づいたのお母さんだけだったらしくて、お母さんが、あなたまた赤切れして大丈夫なみたいな、心配の声かけてきたりとか、あとは高倉健さんが離婚した時に、お母さんがお見合い写真を高倉健にいっぱい送ってきたり、あなた寂しいでしょうって言ってすごい心配してきたらしいんですけど、高倉健さんは心の中で、俺も結構モテるんだけどなって、いくつになってもやっぱりこう、そういう母親と息子の関係って、変わらないなと、面白かったですね、で、お母さんに、そのお母さんに、褒められたいがために、いろいろ映画、頑張ってやってたんだなと思って、面白かった。そのエッセイも面白かったですね、あとは映画の何か最近で言うと、不思議惑星金座座っていう、映画があるんですけど、これは、またソ連の時代かな、ソ連の時代に作られた、ソ連の映画なんですけど、全体主義というか、もう完全な管理社会、だったので、共産主義かな、なんかこう情報統制が行われてたんで、なんかこう反対勢力みたいな、表現っていうのは、表に、出せなかったと思うんですけど、そんな時にですね、その不思議惑星金座座という、映画はうまくですね、そのなんていうかな、やり込められないようにバレないように、その映画の至るところにそういう、メッセージを含ませるような感じで作られたらしいんですけど、なんかねすっごい変な映画で、なんかねみんな鼻になんか鈴つけてたりとか、あとマッチだったかな、マッチが、一番貴重な、その世界では一番貴重なもので、お金とかではないんですね、で、いきなり砂漠に、墜落して、そこからパカッと出てきたおじさん二人がなんか放浪するんですけど、なんとも不思議な、映画で、これも未だにたまに見返してしまう、映画です。なんか笑えるんですけどね、もうなんかもうバカバカしくてとか意味がわからなさすぎて笑えてくるですけど、作られた背景は、おそらくそういう隠されたメッセージがたくさん あるんだなってことが、知ってみるとまた発見するものが、そこに発見するものが変わってきたりして、見応えがある映画ですね、はい。また、ダン君が、店長の佐藤ダン君が日曜日に映画をテーマにしてるらしいので、僕も何かダン君が提案する映画、見ていきたいなと思っています。ありがとうございました。こんばんは、中空の佐藤です。日曜日、今まで定休日だった中空もですね、僕が働き始めて、日曜日は最近映画のテーマを少し混ぜて、映画のパンフレットを置いたりですね、映画音楽流したり、映画の中の飲み物ちょっと再現、飲み物や食べ物を再現したりとかして、日曜日も営業しているんですが、そんな中で、週に1本こうみんなで共通の作品見て、話さないにしても何か共通のもの見れたらいいかなというふうに思って、佐藤ロードショーという、大それた名前で、週に1本映画を紹介させてもらっています。で、先週はバレンタインデーということもあって「ショコラ」という映画を、紹介しました。でですね、今週はですね、スタンリー・キューブリック監督の、
時計仕掛けのオレンジという映画を、紹介してます。 SNS とかでもちょっとこうお知らせしたりそんなことしてるんですが、スタンリー・キューブリック監督の時計仕掛けのオレンジという映画にしました。この映画すごい名前も有名だし、ポスターのビジュアルとかですね、こう映画の中のビジュアルがすごいかっこいいところもあって、いろんなパロディになったりとか、こうちょっと見たり聞いたりしたことある、見た映画見たことなくても見聞きしたことあるなっていう人がいるかもしれないですし、ちょっとなんだっけな、ビブリア古書堂のっていう昔ドラマになった本を、古本屋さんをテーマにしたドラマの中で、この映画が取り上げられたりとか、映画見てなくても触れたことが多い人がいるかもなという作品なんですが、まず僕このスタンリー・キューブリック監督という、スタンリー・キューブリック監督という人の、作品が好きでですね、まだ全部は見えてないんですけど、結構気づいたら端から、見ていこうと思っていて見てるところでですね、結構他にもシャイニングとかアイズワイドシャットとか2001年宇宙の旅とか博士の異常な愛情フルメタルジャケットとか、まあ有名な作品だったりとか、いろんな映画があって、それの全部にですね独特のこう画面を見てて、こう例えばストーリーを追ったりとか、セリフを追ってるところだけだとちょっと拾いきれないような、こう画面見てるとどうしてもなんかこう体に入ってくるような独特の質感みたいなのがすごい色濃くある監督で、ちょっと気持ち悪かったりおどろどろしいものも、多いんですが、なんかそれが癖になるとこうちょっとたまらない監督で、僕好きな監督の一人なんですが、そのキューブリック監督の、作品から選びました。でなんで、時計仕掛けのオレンジにしようかなというふうに思った時に、最近こうちょっと映画見てて思った時にですね、なんていうのかな、暴力描写というのか、先週紹介した、ショコラだったら、例えば食べ物がすごい美味しそうだみたいな、まず自分もこう口の中にチョコレート食べたくなるとかみたいな感じですね、その五感にこう刺激を五感を刺激されるとどうしてもなんかこう映画の中の人と自分を重ねてしまったりとか、すごいこう映画に入り込んでしまうなっていうのがあるなと思った時に、美味しいとか美しいとか気持ちよさそうだなっていう時もあるんですけど、こう痛いとか怖いっていう時にすごいこう体が入り込んでるなっていう時があって、僕怖い映画も苦手なんで、ホラーとかですね、怖い映画見てる時にすごいこう体に力入ってる時に、あ、こう見終わった後にでもこんなになんかこう映画の中に入り込むのもう怖かったおかげかなとかっていう風に思ったりして、でちょっとなんか暴力描写とか怖いシーンみたいなところが、気になるなというふうに思って、そんなことを考えている中でちょっと今回の時計仕掛けの、オレンジを選びました。ですね、映画の評論家の人とか映画好きな人は結構言ったりするんですけど、こう生々しいこう暴力描写というか、本当にこう実感、監督とか撮った人はこういうことあったんだろうなとか実感が伴ってるような、描写はなんだかこうとても引きつけられるし、映画としてもいいものになるよねっていうふうなことをよく言ったりしてですね、例えばこう、スティーブン・スピルバーグという監督がいるんですけど、ジュラシック・パークとかジョーズとか有名な作品もたくさんある人ですけど、この人はすごいこう小さい頃から、今もそうなんですけど、体がガリガリで背が小さくてですね、すごいこういじめられっ子だったりしたり、ちょっとお父さんが確か厳しい人だったようで、こうなんていうのか、自分がこう見上げるほど大きいものに対峙してそれに囲まれる怖さみたいなとかがすごいいっぱい詰まってるよねっていうので、で大人になってもこう思わず見上げてしまうようなこう、まあ、恐竜とか宇宙人とかもあるんですけど、まあ、そういったものの怖さがあったりして、すごい顔がだからこう大人の人が顔を見上げてるシーンが結構多いとかっていうふうなことを言ったりとかですね、あとは、北野武監督だったら、ビートたけし、映画監督の時は北野武監督だったら、こうヤクザものとかそういう人が、いっぱい出てくるんですけど、まあ、そういう人に怖い目に遭わされたり、近くでそういう人にいっぱい見てきたのかなっていうのはし、だからこそこうその迫力もあるし、ちょっとそういう人たちの情けなさまで描けてるっていうようなところが、独特の
味わいの一つになっていると、まああくまで一つなんですけど、もっと映画見てみるといろんなことあるかもしれないですけど、そういうところが、見て取れるんじゃないかなっていう話を結構評論家の人とか映画好きな人とか言ったりするんですけど、それをもってこう時計仕掛けの、オレンジを見た時にですね、こうなんていうのかな、暴力描写とかその途中で悪さを主人公たちがいっぱいしていくんですよね、暴力に限らず。でそれがどれもこうすごいとんでもないこと平気でするんですけど、それが生々しくないというのか、平然とこうちょっとギョッとするようなことをやってのけるんですよね。でそれをこう見た時に僕が感じるのは、まあそれがこう平然と転がってる怖さみたいなのもあるんですけど、なんだろうな、それがこう、なんかあまりにも調子に乗ってたりとか、自分のなんか思うがままになりすぎて、なんかその突き上がったものを自分でもどうしようもできないみたいな、そういうなんかこう何かに駆られちゃったりとか、何かにこう没入してたりとか、なんかそういう時のこう歯車が回ったまま止まんないみたいな、そういうこうヒヤヒヤしたりとか、そういう怖さがあるなと思って、なんで逆にこうなんだろうな、そういうこううっと痛そうな場面とかの描写がいちいち生々しかったり重みがないことがすごいこの映画の怖さだったり、すごい意味があるのかなというふうに思ったりしてですね、ちょっとそんなことを考えるときに時計仕掛けのオレンジ改めて見てみては、面白いかもしれないなというふうに思って、選んでみました。まあそういうふうにこうちょっ と、セックスドラッグ、あとまあ暴力とかですね、そういうことにこう突っ走る若者たちが、ちょっと近未来の設定の映画で、現代ではの考えとはまた違ったような形で、罰というのかな、また少し一つこうそれのしっぺ返しが来るというのか、そんなところがある、映画なんですが、すごく名作として、語り継がれているというか、認定されているし、もし見たことない人いたら、すごいどっぷりとこうキューブリック監督のこの感じにハマるかもしれないし、すでに見たことあるよという人もまたたまに見てみると新しい発見あるかなというふうに、思ったりとかしてですね、ぜひ、スタンリー・キューブリック監督の、時計仕掛けのオレンジ見てもらったら、いいなというふうに、思っています。またキューブリック監督これでハマったら本当に、いろんな作品あってですね、今僕がさっき考えてたようなことで、今回は時計仕掛けのオレンジにしたんですが、僕はアイズワイドシャットっていう、作品がすごい好きだったりとか、あこっちのこれも面白いよとか、僕まだ見たことないキューブリック監督の作品何本かあってですね、これも面白いよとか、また、キューブリック好きとか、映画の人映画好きの人にまた教えてもらえたらいいなと思いますし、皆さんもなんか世評とか、関係なしですね、なんかこの人の監督とかですね、なんかシリーズでもいいですけど、なんかこの映画ってどうしよう好きになっちゃうんだよなとか、なんか結構なんか思わずこう体が入ってしまうんだよなみたいなことがあったりすると思います。もちろんこうストーリーが面白いとか、セリフが凝っていたり、こうストーリーがすごい緻密に組まれてて、例えば伏線が張られててそれがこう見事に回収されるんですよとかっていう、なんだろうなっていう面白さがある映画もいっぱいあると思うんですけど、それだけじゃなくてですね、こう画面見ていてこう圧倒されたり、なんかこう体にビリビリくる質感とか、こう気持ちが変な気持ちになるような、そういう映画とかも、たくさんあるかなと思うので、なんか思わずこう体が反応してしまうみたいな映画、ちょっと最近また改めて見ていったり、ちょっとそういうのでまた、ビシビシ感じていきたいなというふうに思っているので、わ自分はこれがもうトラウマぐらいに怖いとか、これがもう異常なぐらいに好きだっていうのがあったら、皆さんが知っている作品とかですね、そういうのも教えてもらったら嬉しいなというふうに思っています。では今週も、よろしくお願いします。ありがとうございました。今日もおはがきをいただいております。読み上げます。ラジオネームは、匿名さんです。ありきたりの質問ですが、中空の皆さんに無人島へ一つだけ持っていけるとしたら何を持っていきますかということです。はあ、無人島に一つだ
けか。無人島で一人って厳しいですね。けどなんだろうな、なんだろう、なんかめちゃめちゃ寂しくなるような気がするんで、寂しさ紛らわせるものなんですか。本かな、やっぱり。そうですね、なんか食べるものとか寝るとことかも当然生きるために必要なんでしょうけど、誰とも話できないとか、なんかこう人がいないという寂しさの方がなんか僕生存するにすごいまずい気がしますね。だけど人間連れていけなかったら、そうやな、もう人間感じられる本とか、本かな、一つだけ持っていける一冊の本では厳しいなこれ。いやもう無人島に一人一つだけか。すごく、なんか想像しただけでも目の前が真っ暗になるような、シチュエーションですね。僕は一人っ子なんですけど、小さい時から両親とは一緒に暮らしてなくて、おじいちゃんおばあちゃんと3人で暮らしてたんですけど、僕は離れに住んでて、建物も別になってるところで一人で子供の頃から過ごしてたんで、結構ね寂しいというか、なんかこう一人の時間がすごく多くてですね、だから多分寂しかったんだと思うんですけど、その時に映画とかテレビとか見てたんですけど、テレビは田舎すぎて電波があんまり入らなくてですね、映画見たいなと思って借りに行こうにも、当時はレンタルビデオが1本400円ぐらいしてたんで、なかなかそれも贅沢品で借りれなくて、で、古本屋で1冊100円の文庫本を手につけるようになったんですね。だからもともと寂しさから、寂しさを紛らわすために何をするかといって一番お金のかからない本に手を伸ばして、今でもその習慣があるということなんで、そうやな、無人島に一人で行くのも、なんかこう離れで子供の時に一人で過ごしてたのなんか近いからな、まあ寂しかったな。どうですかね、両親とかね兄弟がいて一緒に生活できた人はなんか羨ましかったですね。僕は友達、兄弟がいる友達とか、ちゃんと両親と食事してる友達とかすごく羨ましかったな。けどそっか、今だとスマートフォンとかがあるんで、あれですかね、そういう一人で過ごす時間が多い人もちょっとは紛らわすことできるかな。僕の時代はまだインターネットがなかったですし、今みたいに SNS でつながったりメールとかもできなかったんで、本当に本だけしか僕は、なんか人と交流、人の気持ち感じ取れるような方法がなかったので、本だったんですけど、だけど今になるとそういう寂しさからか、本を読むようになった習慣っていうのは、なんか悪くないなと思っていますね。すごい個人的に楽しめる、人間の心と交流できる一つの方法なのかなと思います。はい、ありがとうございます。次のおはがきです。これもラジオネームはちょっと匿名なんです。あ、違うな、ラジオネームライ麦畑さんです。バレンタインデーの思い出を教えてくださいということです。ラジオネームがライ麦畑、これライ麦畑で捕まえてっていうサリンジャーの小説からかな、
すごい僕はその小説、大好きです。これは若い時に読んだかな、100円コーナーで買って読んで、ライ麦畑で捕まえてっていうタイトルを聞いた時に、聞いたことはあったんですけど、そのタイトルだけで想像したらなんか恋愛もので、麦わら帽子かぶった女の子が田園の中で、男子と、追いかけっこするようなファンシーな恋愛物語だと思ってたんですけど、いざ読んでみたら、結構反抗の精神を持った、男子の話だったんで、持ってたイメージとのあまりの差に、驚いた記憶があります。はい、あ、最近そうだ、サリンジャーはライ麦畑で捕まえての続編みたいなのが、サリンジャーが死んだ後に、原稿が見つかって最近出たっていう話ですね。これ僕まだ読んでないんですけど、あ、今思い出したんで、あ、読んでみたいな。あ、はい、内容、おはがきの内容がバレンタインデーの思い出ということで、僕はですね、本当に今皆さんにお伝えしたら絶対信じてもらえないと思うんですが、小学校5、6年の時がですね、僕バレンタインの日に本当たくさんチョコレート、もらってて、どれぐらいたくさんもらってたかというと、もうカバンに入らないぐらいもらってました。で、俗に言うモテてました。はい、小学校5、6年の時はなんですけど、僕転校生だったっていうのもあるかもしれませんね。なんかね、もう今でも覚えてるのは、小学校5年のバレンタインだったと思うんですけど、確か学校から帰る時も本当持ちきれないぐらいのチョコレート家に持って帰って、で家でいたら、土砂降りの雨の中、女の子が傘をさして、手作りのホールのケーキ、生クリームデコレーションケーキを作って持ってきてくれた、ことをよく覚えてます。で、たくさん女の子に告白いっぱいされたんですけど、僕はですね、小学校の時女性が好きということにまだ目覚めていなかったので、正直ちょっと鬱陶しいなと思ってました。女性の方がやっぱりこう、そういう男女間の気持ちの目覚めが早いんでしょうね。なんか告白いっぱい僕されたんですけど、なんか女の子が好きとか女の子と付き合うみたいなことのなんかこういうことがよく分かってなくて、ちょっと面倒くさいなと思いながら、無下にしてしまってた記憶があります。小学校5、6年の時はすごいそういう風に、たくさんチョコレートをもらったり告白されたりしてたんですけど、中学校になると、なぜかそれがパタッと終わってしまってですね、その落差に、ちょっと僕自分で驚いてました。はい、調子乗ってたんでしょうね、僕小学校の時に。あ、自分って女の子にモテるように、生まれついたんだなと思ってたんですよね。本当今、聞いてる人本当かよって思うと思うんですけど、それは事実です。だけど、調子乗ってた僕は中学校1年で、なんかこうその落差に、落胆させられることになるんですけど、なんでですかね、なんで小学校の時モテたんだろう。今考えると本当に分からなくて、僕運動も大して得意じゃないし、勉強もできないし、なんか面白いことができるわけでもないんで、未だに僕の人生の七不思議の一つですね。もし時間が今もう
20年以上経ってますけど、もし昔僕にバレンタインチョコくれあげた人がこれ聞いてたら、なんで、そういう気持ちだったか教えてほしいぐらいです。はい、もう思い出しもしないでしょうけどね。はい、なんでモテたんだろうな、うん、はい、すいません、なんかちょっとこう、調子乗ったエピソードだったんですけど、まあ事実なんで、これがバレンタインデーの思い出です。はい、今日もたくさんのおはがきありがとうございました。中空岡田に相談質問など、おはがきや SNS のメッセージから、コメントを受け付けております。ではそろそろ閉店の時間が近づいてまいりました。またのご来店をお待ちしております。自問自答が君のスタイル、一ところだけ照らし出す、なくしたもんだけ光り出す、痛い暗い半端な空を君と見てた、半端な空を忘れ